こんにちは、マスケです。この動画はアキさんに作っていただきました。アキさんに動画を依頼したい方は概要欄をご確認ください。突然ですが、これを見ているあなたは自分を安売りしていませんか？正社員の方、本来の自分の市場価値よりも低い給与で働いてませんか？フリーランスの方、本当なら1万円で取れる仕事を半額以下の料金で仕事してませんか？中にはもしかして自分の給与低いのかなと思った方もいるかもしれません。ただ正直、自分の市場価値ってなかなか自分で見極めづらいですよね。ただ今回はですね、その市場価値を上げて給与を増やすシンプルな方法を一つ紹介します。この動画を見ることで自分の給与の上げ方や、もしくは気づいていない自分の市場価値なんかに気づけるかもしれません。せっかく働くなら高い給与で働きたい、将来今の給与のままでは不安、そんな方はぜひこの動画を最後までご覧ください。このチャンネルでは僕のフリーランス生活を通してフリーランスのリアルな生活、仕事、収入などを発信しています。フリーランスに興味がある人、地方の暮らしに興味がある人、東北に興味がある人、あとはこの動画を見て少しでもいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは早速自分の市場価値を上げる方法を紹介します。それは希少価値を上げるという方法です。どういうことって思う方もいるかと思いますので詳しく解説します。例えばなんですけど、皆さん次のどちらが高く売れると思いますか？1、都内のコンビニで売られている飲料水。2、砂漠のど真ん中で売られている飲料水。絶対2の方が高いですよね。同じ飲料水でも場所が違うだけって価格も変わるんです。これって都内のコンビニよりも砂漠の方が飲料水の希少性があるから高く売れるんです。都内で100円だった水も砂漠であれば1万円で買う人もいるでしょう。そこでこれを見ているあなたに一つ質問なんですけど、自分という商品を砂漠で売ってますか？都内で安売りしてませんか？自分のスキルを上げるとか実績をつけるとか以前に働く場所を変えるだけで希少性が出てきて給与が上がるということは全然珍しくありません。一つ僕の実体験を話します。僕はもともとライティングのお仕事をしていました。ライティングのお仕事って知ってる人は分かると思うんですけど、文字単価1円からのお仕事を狙うべきって言われています。文字単価っていうのは1文字につき支払われる金額なので、文字単価1円で4000文字変えたら4000円もらえるって感じです。この文字単価1から 1.5 円くらいはなんとか狙えるんですけど、2円以上になってくるとそこそこ仕事の難易度も上がって獲得するのが難しくなってきます。ただ僕はライティングの他にウェブ制作の仕事もしてました。ある日ウェブ制作の仕事をしていた時に、ウェブページ内の1000文字くらいのコンテンツを書いてほしいと依頼されたんですよね。僕はここで2000円でいかがですかと聞いたところ、その内容で即決しました。夢にまで見た文字単価2円が一瞬で受注できたんですよね。これライター業界では文章を書ける人ってありふれてますが、ウェブ制作業界で文章を書ける人って少なくて、ライターつまり自分の希少価値がすごい高まったんです。なので結果僕のいいねが報酬になっちゃいました。多分ですよ、これ文字単価3円って言っても受注できていたと思います。改めて自分の希少価値が高まるところに行きましょう。例えばウェブデザイナーはウェブデザイナーの集まりじゃなくコーダーの集まりに行きましょう。コーディングする人ですね。動画編集者は動画編集者の集まりじゃなくてカメラマンの集まりに行きましょう。イベンターはイベンターの集まりじゃなくて地方の商店街に行きましょう。自分を都内で安売りせずに砂漠に行って自分の希少価値を高めていきましょう。以上が自分の市場価値を上げて給料を増やすシンプルな方法でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。